こんばんは。眠そう。ちょっとね、最近私ビーズクッションにねずっと座ってるんですけど、そのビーズが多分もう潰れてきてて、なんかヨギボーじゃないですよ、もう末期。ネバーストップさん、ミラーボール2つありがとうございます。ありがとうございます。待ってね、ありがとう。唇リップどこ行った？唇リップって、それ以外のリップって何？ちょっと完全にお風呂上がりドライヤーまんじ終わったよっていう人間なので、今日も見て 3A ぐらいなの、すごくない？ちょっとドボンしてますはい、一旦おしめをね変えますね。ゆいさんの順位がなかなか上がらないので上げていきたいと思います。ミラーボール当たります。ちょっとアイロンもしたいんですけどね、今日これなんで。ネバーストップさん、ハートもありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まずはミラーボールを歌います。あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれてもへこたれたりしないよ。ミラーボール2つありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんかさ、画面すごい今日下じゃない？なんでこんなに泣いてたね。なんか画角が変、アップデートしたからかな、関係ある？サク太郎さん、パンダさん、ハートありがとうございます。サプライズリボーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ちょっとお風呂上がりのアイロンを通していきます。アップデートしたらカメラの位置か、そんなことあるわけないか。あ、分かった、ここだ。あ、分かりました。私の三脚の問題かな、分かんない、なんでだろう。そうです、ちょっとヘアアイロンをしていきます。明日はお話し会なんですね。私はないけど、ブロッキングするやつどこ行ったんだろう。
どっか行った、友達からもらったやつ、多分洗面台にあります。佐藤浩平さん、赤ドラマありがとうございます。あ、ジュラさんようやく来てくれた。ミラーボール歌いますね。すごい、だいぶ前、いつだあれまでに、あのアイコレフェスまでの分がちょっと溜まってたのやつを、ジュラさん全然来てくれなかったから全然歌えなかったんですけど、寂しかったです。ようやく来てくれたので歌います。1個分。猫食べたりしないよ、大地に根を張って待つから、いつかください太陽を。ありがとうございます。いや、貯められるっていうか、あのその時にちょっと私がね、ちょっとあの端末がもう iPad となんかもういろいろ忙しかったんですよ。ドボンのイベントしてたっていうのもあって、そうだから、なんかそれもあってちょっとすぐには歌えないっていうのもあって、そう、貯めてるね、ごめんねっていう話をしてた時だったので、なんかこれ貯めといてっていうわけではないです。はい、まあ、アップデートしてさ、この上の画角が広くなって、なんていうの、わかんない、むず。A ダッシュさん、セーターありがとうございます。そう、あ、ジュラさんもう一個ミラーボールありがとう。ウォーウォーイエーイ、ウォーウォー、テテレテテ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 、名前を覚えてほしい、植物図鑑の中有名。あ、ここまでだ。ありがとうございます、ジュラさんありがとう。ようやく、ようやくメモ帳のメモが一個消化されました。はい、アイロン通すのはなんとなくなんで適当でいいんで。なんで？マジカナバナナちゃんと対戦してるんだけど今。すごっ。なんでなん？当てに来た？すごくない？すごっ。あ、待って、私が出したらやばい、バーストだ。へえ、行かれました。待って、ちゃんと私のカードだったよね。何も見ずに名前読んじゃった。私のカードだったよね、さすがに。
森のパンダさん、大勢ありがとうございます。音聞いてみんな合わせてくれてるのかな。じゃあ10時過ぎぐらいからやろうかな。また時間合わせ、ちょっとだけね。でもみんなやりすぎちゃうからうん、今月はやわ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 なのではい、もちろんバトフェスも分回しよろしくね。ちょっと今の時間は私が分回しで、ちょっとごめんなさいね。あ、バトボンの方はちょっと DD してるので今月そうなんですよ。ちょっと厳しい。え、ミスドの新作？何？美味しそう、美味しそう。勝手に適当に言ってるわ。なんだろう。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンナイスありがとうございます。日高浩二さん、ケイトありがとうございます。ミスドの新作何？スタバの新作はチョコレートストロベリーでした。また私多分チョコレート抜きで飲みます、いつか。さん、マックミックさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。新作じゃないかも。新作じゃないんかい。前髪伸びましたね。前に美容室に行った時に、アイコレフェスの前に行ったんですよ。その時に、その24日にちょうどいい長さにしてくださいっていうオーダーをしたんです。そうだから、それちょっと短めに切っていただいて、24日にはちょうどいい長さだったんですけどまあさすがにね、24日からもうだいぶ経ってますから長いですね。はい、そこはプロなんでやっていただくんです、はい、そんなん言うてね、適当だと思いますよきっとまあ大体、まあ、ちょっとちょうどいいよりちょっと短く切っときゃいいかなだと思いますよ、はい多分ねともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今は必死に DD をしてます。え、ゆいさんってさ、いつあれになるんだろう。どう思いますか。今月でいなくなる？ドボンから。来月はいる？どうだろう。いや、ワンちゃん今月10決狙いに行く。やばいやつ気持ち悪い。自分の10決と
人の十血は大変かな。でも本気で回せはいける。お前ならいけるぞって。僕たちには無理だけどお前ならいけるぞって。今バトフェスしてる人いますか。負けちゃう。超級ステージ13負けちゃうんですけど、誰か一緒に行ってくれませんか。ちょっと私いるので誰か来てください。頑張って探して。無謀なことを言ってます。あー、来てくれた誰か。よしのりさんありがとう。日高浩二さん、たいさんありがとうございます。ありがとう。作太郎さん、ハートありがとう。やっぱ強い人がいたらいいですね。これぐらいに切りたい、めちゃめちゃ。でもね、なんかね、吉橋ちゃん見てたらやっぱ長い方がなんかもっと長くしたいなって思っちゃうんです。思っちゃってるんです。そう、今チームようちゃんさん、紫だるまありがとうございます。短くしてエクステはダメ。エクステにお金かけるんだったら別のものにお金かけるかも。だって無料で伸ばせるのに。髪の毛つけるのにお金かけるんですか。ハート、それがあんまりわかんないんだよね。いいよ、ドボンして。違うファンの人だった、ドボンしてきたの。強い。サットさん、ハートありがとう。富山よしおっぱ、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、この人絶対、待って、お前は誰だ。違うかな。あ、違いそうだな。このままもうちょっと上のランクに行きたいので、誰か手伝ってくれる人がいたらバトフェス来てくれると嬉しいです。助けてください。鈴戸浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。の母さんが来てくれた、ありがとう。そうなんですね、私誰のこともフォローしてないので。そう、ギルドにも一人のギルドにしか入ってないので見つけるのが多分大変だと思うんですけど、頑張って探してもろて、おなしゃす、させん、おなしゃす、させん。はい、
ンナさん、ハートありがとうございます。キュンナさん、ありがとうございます。ちょうど一番上にいた、ありがとう。マジで橋本さんの顔好きすぎてやばい。だってやった、どうしますかどうしますか、好きすぎてやばい場合は。フナエモン2さん、大勢ありがとうございます。山内さん、ハートありがとうございます。キュンナイスありがとうございます。A ダッシュさん、ケイトありがとうございます。今日もね、二重と三重なので、ハルピョンドボンのボイス可愛くていいね。じゃあこれからずっと一押しにして、私のな声でドボンしてください。よろしくお願いします。もう私のあれなのかな、もしかして。それとも、うわー、クリア、やった、ありがとう。もうちょっと行きたいです。いや、もちろん自力で行けるところにね、行けよって話なんですけど。お、走らないと聞きました、ありがとうございます。感想送りました、だって嬉しい。ぜひ皆さんも感想、なんかそういう感想とか、なんかそれこそアンケートとか、そういうのってめっちゃ大事で、とかツイッターのハッシュタグとか、そう、めっちゃ多分めっちゃ大事で、なんかなんて言うんだろう、一つの指標じゃないですけど、あ、この人をこうやって出したら、そのアンケートとかも書いてくれる人いるんだとか、ハッシュタグもそうやってあトレンド入りするんだとか、いや、するか分かんないけど、そう、なんかそういうので、本当にそういうのが指標になることもあるので、なんて言うんですかね、本当にぜひみんなに、そういう、なんかそういうのも大事なんだっていうのを知ってほしいなって思います。はい、バースト始めましたって人さ、なんか結構3、4回ぐらい当たってるんですけど、いつもバーストしようとすごい溜めてるんですけど、私の称号つけるのやめてほしい、マジマジでやめてほしい、本当に本当にやめてほしい、私の称号つけないでくださいはい カードも私推しじゃないくせに、称号だけ私にするのやめてくださいだってもう奇跡つけてるってことは5回は当たってるってことですよね。やめてください。え、何、神キューステージなんてあるんですか。そんなのピョンズのみんながいる時じゃないといけないから、今行きます。誰かお世話しに来てください。絶対バーストだし、こんな人もう早くバーストさせてやろうか、逆に。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 やばい、あとちょっとでバーストしちゃう。あ、イエーイ、別の方をドボンしました。無駄にしなかったぜ、この試合。
ちました。あ、セナタン、え、セナタンってユイリーさんの髪押し持ってるんです、押し髪持ってるんですか、やば。え、いや、私も頑張ればユイさんの押し髪ゲットできますけど、さすがにやめときます。持っといた方がいい？どうしようかな。まあまだ始まってね、2日3日でそんなねあれですから、着実にこうちょっとずつやって、まあ、最後にまくるっていうのが一番かっけんすよ。はい、ゆいりさんは何時頃なら対戦できる？それははるぴょんに聞かれても、ゆいさんに聞いていただかないとちょっとわからないかもしれないかな。っていうかさ、アップデートしたらさ、このコメント欄が長くなった。なんか開業までが長い。え、わかります？言いたいこと。一行が長くなりました。作太郎さん、ハートありがとうございます。キョンです、ありがとうございます。配信側だけなのかな、分かるよって、あ、よかった、分かるって言ってくれてる人が、多分神級ステージ2風、ちゃんと私風邪用のやつとか作ってるんですよ、偉いから。みんな来てね、来てくれないと負けちゃうから、来てね。来てくれないと発表負けちゃうの。来てくれた、マメさんありがとう、来てくれた。え、でもすごいな、ゆいさんのファンの方結構なんて言うんだろう、ズンって感じ、上が。ドボンとバトフェスやってます。卵さん対戦ありがとうございます。そうですね、なるちゃんはチーム K で生誕みたいですね。エイトって他に生誕やってない人いる？急に生誕ですとか言われないよね。てか私の生誕やってないって覚えてんのかな、まずスタッフさん。そっからなんだけど、覚えてなさそう、人数多すぎてやってない人覚えてなさそう。うん、あ、色何色でもいいですよ、もう私8で上がれるので。ありがとうございます。え、危な、ダイヤって言って、このさとねちゃん推しさん今ダイヤのスキップとドロー3持ってたよ、危な。
ね、やってない人多すぎて誰やってないか分かっ、ね、把握してる方がすごいよね。むしろなんか把握してるのがすごいと思う。してるなら、してなくて当然だと思ってる。うん、してたらすごすぎ、マジで。そう思う、それぐらいです。昨日言ってた、あの何でしたっけ、アンラッキーガールをね見たんですよ。そうで2話を撮れてないと思って、2話をHuluで見て、3話を普通にテレビで見ようと思ったんですけど、2話撮れてて3話撮れてなかったの。アンラッキーでした。結局どっちもちっちゃい携帯で画面で見て、で4話は普通に見たんですけど、4話に峯岸さんが出てて、そう知らなくて、全くなんかそういう出演情報とかも全く知らなくて普通に見てたんですけど、次超級ステージ3に行きます、誰か助けてください。そうアイドル役で出てらっしゃって、くちゅんさん大変ありがとうございます、びっくりしました。はぁーってなった。パスカールさんありがとう、来てくれた。足が出ちゃう。曲名ね。足が出ちゃう。ごめん。チャ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 、うわドボンされる。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。すごかった。しかもあの元乃木坂の若月さんも出てらっしゃるんですよ。もともとそのもともとアンラッキーガールのアンラッキーなガールとして出てらっしゃって、そうでそこ2人が喧嘩するシーンがあって、なんかちょっとうおーってなりました。はい。セイさん、セイピョンさん、ピエゾーさん、大変ありがとうございます。そうぜひまだ見てないって方フールさんでご覧ください。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。超級ステージ4に行きます。みんながいないと強いとこにはいけないな。え、やめてね、やめてね、私のとこにドロースリー3枚をぶつけないでもらっていい？ちょっとありがとう、もらってくれて優しいのね、優しいピョンズでした。え、かわいい、山内さんのアバターのお洋服、え、私も欲しい。アバターっていうかこのバトフェスのやつ。ピエゾーさん、経由まさきさん、たいさんありがとうございます。
共闘設定選択コーチのみ、何の話だ。あーちょっと難しい、ドボンのことしか分かんない。バトフェスはあんまり分かんない、ごめん。ドボンも最近分かんないこともいっぱいある。ね、謎解きのアバターね、可愛い。どうやってもらうんですかそれ。欲しい。でも私ピンクが欲しい。なんで水色。メダルで交換でき、あ、何のメダルだろう。交換しよう。ありがとう、有力情報。あ、やばい、間違えた。ゴールデンベッドタイムにハート1個で対戦しちゃったよ。マジやばい、超絶無駄、マジでやらかし。チームようちゃんさん、セーター、ハートセーターありがとうございます。早く終わりたいこの対戦。あ、早く終わろうよ、すぐ次の試合に行こう。やらかしてんだこっちは。待って、メダル交換したい。どれで、どのメダルで買える。誰でもいいから上がってくれ、早く。イベント衣装メダル、うわ待って足りないかも、コイン。よし上がった、ちょっと待って、早く早く。全部ゆいさん推しで行く。セーフ。よし。あった。謎解き猫にゃんタイプ1。待って、これタイプ3まで出るやつだ絶対。そう信じる。だから私はまだ交換しない。よし、ちょっとじゃあメール送ったらもう一回いきますね。ギルドバトル、デデデデデどどどどどど、何にしようかな今日。何送ろう、メール。変顔。オッケー、
じゃあ、あとは DD 設定でやっていきます。その前にメールを送ります。11月の目標、元気に、あ、劇場に出るそうですね、一日でも早く劇場に出れるように、以上。竹兄さん、ミラーボールありがとう。カバン、花王さん、ハートと赤だるまありがとう。ちょっと待ってね。メール送ったら時間合わせを始めます。1時間もしないくらいかな。うん、首痛い、ちょっと寝るだけ。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダ先輩さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。動くハートありがとう。ハートもいっぱい、そっか違うのか。トラックエローさん、ミラーボール5つありがとうございます。メロ送ったら歌います。パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。メール送ったら歌います。多分その今投げてくれた2人のうちどっちかが次の、あ、そうか、次の曲決まってんのか決まってるんだった。サプライズレバーさん、ミラーボール2つありがとうございます。歌いますね、いっぱいだ、いっぱい歌うぞ。ちょっと待って、誰がいくつくれたって。トラック野郎さん、パンダさん、サプライズレバーさんと、さっきのさっきのさっきのさっきに一つミラーボールをくださった方がいるんですよ。歌ったら時間は終わります。竹兄さん、ミラーボールありがとうございます。よし、あ、だだ、チームようちゃんさん、ミラーボール4つありがとうございます。歌います。じゃあ1,2,3,9,10,14個分。名前を覚えた You 植物図鑑の中、有名じゃない、こっからか、有名じゃないけどこういう花もあるって気づいて
くれるだけでもいい。日が当たるようにこっちを見て。ウォーウォーイエーウォーウォーイエーテッテレディー。3つ分ありがとう。次はこちらの曲でございます。ラハイラ彩香さんのリセットが出てきました。違います、こちらです。ねえ君は覚えてるだろうか。慣れてきてしまったあのステージ、そうメンバー気づいていなかった。恵まれた周りに甘えてたあの頃さ、目の前にはいつもたくさん見守る人がいて、仲間たちが支え合った。抜け出せない生ぬるい水、風を入れろチームよ、目を覚ませ今の場所で立ち上がれ、風を入れろ今日からは、どこだ今、新しい我らがチーム系、そう君は戸惑っただろうが、突然のシャッフルはこの日のためさ。さあここで言いたいことを言え、ぶつかった分だけ磨かれてゆくだろう。築き上げた歴史なんか振り返る暇はない。ありがとうございます。竹兄さん、トラック野郎さん、パンダさん、サプライズレバーさん、チームようちゃんさん、ミラーボール合わせて14個分、竹兄さん1個、トラック野郎さん5つ、パンダさん2つ、サプライズレバーさん2つ、チームようちゃんさん4つ、ありがとうございました。拍手ありがとう。ハートキュネス、サクル太郎さんハートありがとう。キュネスありがとう。これ分かった、サク太郎さんのあれ、サプライズレバーさん、あれサプライズレバーさん4つ、待って、私のじゃあ書きミスだわやばい。お、あと2つ分歌うことが生まれました。本当だ、なんで2つって言ったんだろう。私もう2つ分歌います。暇はない、夢はいつも未来にある、理性としてまた振り出しへ、ちゃちゃちゃん。ということで、ありがとうございます。サプライズレバーさん4つ、ごめんなさい、ありがとう。メイドッシュさん、ケイト、ありがとうございます、ありがとうございます。まる、じゃあ
から始めたらいいんだろう。ああ。まず一旦ローモバを。やること多すぎ笑ったピーポー。笑った笑った笑った。ローモバの資源を採取しに行かせます。で次に次に時間合わせの久しぶりに時間合わせね、時間合わせさな、どういう時間合わせがいいですか？そのいつもみたいにイベントみたいに秒数決めてドボンの上のコメントに書くか、この時間ですって言ってやるか。まあ音は流すんでどっちにしろ多分わかると思うんですけど、いつもの感じでいいですか？なんか書くのちょっとあの言い方悪いけどめんどくさいんで、いつものやつにしますね。じゃあまあこのいつものスタイルに慣れていただいて、普段からやるときもあこういう感じで合わせてるんだなって知らない方もぜひ学んでください。ちょっと待ってね、時間を出します。何時にしようかな。いつものやつっていうのは私のことを一応設定してくれてる方は分かるんですけど、コメントに丸字と丸字って書いてあるんですね。でその字っていうのを消して、その丸字と丸字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 みたいなやつがあるんですけど、その字を消してその2つの数字を秒数に直した時にポチって押しますよっていう感じで、私がいつなんか始めたとかいつ終わったとかっていうのは、この私は基本的に音鳴らしてるので、そうこの音を聞いてスタートしてくれたらいいなと思います。ということで次から押します。バトフェスどうしよう。いやバトフェスは一旦今日はあとは自分のできる範囲のところを回します。身近なバナナちゃんレクサーさん対戦ありがとうございます。クミックさんハートありがとう。キュンダイスありがとう。そう自分が行けるところを回すね。あとはもう見つけたら来てくれたらって。
って感じ。上がっちゃってた。やっぱゴールデンベッドタイムはガンガンに順位が上がりますね。タンクトップ姿の女性は好きですか？それ私に聞きますか？それ多分タンクトップ姿の男性は好きですかじゃないのかな。別に服装に関しては似合ってれば何でもいいと思いますけどね、私は。あ、でもなんか人に迷惑かける服装っていうかはちょっとあれですけど、別に常識の範囲内で自分の好きな服装を着ていただければいいかなと思います。タンベーマーブーさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そうですね、露出度が高いものは男性女性問わずちょっと私は苦手ですね。はい、それこそ知り合いとかだった時にどこ見たらいいか分かんなくない？男性が露出度高い服着てることってあんのかな。あんま見たことないけど。うん、TM レボリューションさんはちょっとガンガンですね。ガンガンに露出度ですね。チームよっちゃんさん、緑だるま、ありがとうございます。緑ありがとう。海水浴とかプールは行かないので、はい、いつから行ってないか分かんない。もうグアムかな、グアムが最後な気がします。はい、これは見えてもいいタンクトップなんで皆さん安心して見てくださいとかいうのあれですけど、はい、安心しておいてください。あ、手伝いに来てくれてる人がいる。じゃあちょっと上のところ行こう。最後多分グアムですね。プール行きたい。でも多分それこそさ、スタイルの問題ですよね、プールなんて。うん、私だってさ、ボンキュッボンだったらいろんな人誘っていろんなプール行ってたし。ナイトプールイエーイとかしたかったです。はい、いちごプリンさん、ゆうさん、チャールさん、たいさん、ありがとうございます。角太郎さん、ハートありがとうございます。これ分かった、動くハートあるじゃん、アニメーション付きのハートの時にキュンっていう決めました。
確かにナイトプールが流行ったのってコロナ禍前ですね。そう考えたら。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サクタロウさん、ハートありがとうございます。こういう感じでいきます。でも間違えてキュンって言っちゃったらごめんなさい。その時はその時はすいません。ね、最近ひらちゃんのなんかエロさ爆発してますよね。インスタとかやばい。本当にそう思う。すごい。うん、猫すごかった。私こう見てたもんね、配信中に。はっって顔で止まっちゃった私。懐かしいわね、それが。うん、すごいよ。あれでだってバンされないんでしょ。でもハロウィンの時はあれかな、ちょっと緩くしてたのかな。緩くしてそう。さすがに。だって普段だったらアウトじゃない。いいな。本音がポロッと。求められるスタイルがあるっていいな。うん。レクサーさん、トラック野郎さん、大変ありがとうございます。あ、そういうこと。久里浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そういうことか。判定してる人も見たかったのか。やば。でもハルピョンがあれしたらどうですか？びっくりしちゃう？だってひどちゃんちゃんとさ、全身が見えるようにめっちゃ引きで撮って、その別の端末でコメント読んでっていうのもしてたから、そういうちゃんとそういうのもしててすごいなって思った。うん、偉いなって。プロ意識の高さというか。押せなかった。びっくりするよって。みんなびっくりする、ね、どうなんですかね。まあ若いうちにとは言いますけどね、もう若くないのでね、まあ、まだ若いよって言ったらそうかもしれないんですけど、そりゃだって高校生の JK のさ、セクシーショットとさ、私の20ショのセクシーショット、どっちが JK の方が見たいでしょ。もう本当に。あ、そっか、左腕ってスケートしてたのか、だから体幹すごいんだ。なるほどね。
そういうことか。なんか前に一緒にネモハマのレッスンを受けた時に、あの体幹やるんですけど、もう本当に超綺麗だったんですよ、ずっと。そう、すごいなーって横でチラ目で見てたんですけど、そういうことか。スケートしてたから体幹ちゃんとしてんだ。なるほどね。理解。誰か助けに来たね。スペード、あ、言うの遅かった。テニスも体幹いりそうだけど、あ、多分あのなんとちゃんとそういうトレーニング、なんかそんな強豪校とかじゃなかったのでそう、そんななんか体幹毎日やりなさいみたいな感じじゃなかったのであれなんですよね。はい、竹兄さんハートありがとうございます。そうですね、だからって感じ。竹兄さんハートありがとう。うん、ファン時代に水着サプライズはどういう気持ちで見ていたのか。うおえ、逆に何ですか、どういう気持ち、どういう気持ち。なんかでもあんだけみんなやってたらさって思うかもしれないです。うん、やめよ、もうこの水着のグラビアの話はまたなんかまとめられるからやめますやめましょうやめましょう。はい、伊藤さとしさん、きゅうりさん、大変ありがとうございます。やめましょう。今鼻バキって言ったやば、変態変態見つけた。自分の上位が 9位から上がんないんですけど、そんな強いんですか、上位の皆さん。強いっすね。ちょっとこれは推しを変えますか。二人体制でいきますか。うわ、4人も手伝ってくれてた、ありがとう。誰だろう、手伝いに来てくれたの。にゃんこさん、ゆりやさん、まじかのバナナちゃん、ラスカールさん、ありがとう。あんま言わない方がいいのかな、どうなんだろう。そしてまじかのバナナちゃん、きゅうりさん、
KTAK さん対戦ありがとう。チームヨーちゃんさんハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。今女の子に着てもらうサンタコスを探しています。サルピンは今年着る予定はあるって。まあ求められるのであれば、うん、あ、やばい、ドバンされる、やめて。あ、え、優しい。君の恩は一生忘れないよ、マジかのバロンちゃん。私をドバンしないでくれてありがとう。チームよちゃんさん、水色だるまありがとうございます。水色ありがとう。ゆきなさん対戦ありがとうございます。もうでもコスプレってめっちゃ高いんですよね、本当にやだ。なんでなん。ダンボールで作りたい。もやしで作ろうかな。私ラストアイドルになりたいなって思ったこともあって、実はなんかそのなんて言うんですかね、なんかジャニーズさんとかラストアイドルさんみたいな、そういうなんて言うんだろう、グループ系に憧れてて、私実はそうなんて言うんだろう、大きい一つの事務所の中、事務所っていうか大きい一つのアイドルグループの中に一個ずつそういうグループがあるっていうのも、それもいいなって思ってたんですよ。まあもともと AKB が好きで AKB に絶対入るぞっていう気持ちだったんであれなんですけど、なんかそれもそれでなんて言うんだろう、そのグループを推してくれる人もいるじゃないですか。まあ多分8で言うとチューブエリア推しとか。でもさ、あんまりさ最近はさ、それこそエリアで活動することとかも少なくなって、なんかそういう人もいないじゃないですか。いないっていうか、そういう人も少なくなってきてるじゃないですか。もともとそういうなんかなんて言うんだろう、大きなグループの中にもなんかいくつかグループがあってみたいなのにすごいいいなって思ってて、そうで、それがラストアイドルさんができた時にめっちゃいいって思ったんですよ。そうなんならめっちゃイエーって思ったんですけど、ラストアイドルさんに入らなくてとか言ったらあれなんですけど、なんか入ってたら多分大変だったんだろうなみたいなのは、なんかその個人パフォーマンスみたいなのをよくね、この間もワンセブンライブさんでやってたりとかしてて、なんかそういう時の衣装ってもう自費で、なんかすごい子は本当にすごいんですよ。もうその衣装さながらの、その曲の衣装さながらの衣装を着てきたりとか持ってきたりとか、そういう感じなんですね。そうで、割なんていうの、 AKB って結構まあ私服っていう時もお話し会とかも私服って時はあるけど、え、多分自費だと思いますよ。違うのかな。だって自費じゃなかったらそんな衣装出すんじゃ、貸し出すっしょ。だってすごいすごいめちゃめちゃザ私服、もうこれで外出てますっていうことを、もうめっちゃコスプレですみたいな、この差があるので、さすがに自費だと思うんですけど。そうえ、だからなんかそのそういうなんかグループ系のアイドルグループに憧れはあったけど、なんかそのラストアイドルさんに入りたいって思ったこともあったけど、でもなんかそれを見て、あ、それはちょっと庶民派アイドルの橋本には無理だ思いましたね。はい。あんなマック
Mac じゃないや iPad と iPad mini どっちを買うかっていうのを迷ってるような、 AirPods を買わないって言ってるような、あのなんだっけ、 Apple Watch もまあ便利だろうけど買わないって言ってるような庶民的なアイドルにはちょっと無理でした。はい、あの破産します。はい、トラック野郎さん、幸せのときめきさん、大さんありがとうございます。慈悲だと公平性に欠ける。いやまあでもそこも含めて自分プロデュースなんじゃないんですかね、きっと。うん、本当にお金ないすごい切実な声が出たわ。なんならあれかもね、逆にみんな、逆に私がお洋服買うお金がなくなってったら逆に水着とかになっていくか、水着にはならないけど最低限しかねつけなくなっていくかもしれないですよ、逆に、うん、やった、おもろ、さすがにおもろ。アイドルは儲かるって言うけど違う、そんな一握りの人間だけですよ、何事もそうでしょ。アイドルだけじゃないよ、野球選手だってそうだろうし、サッカー選手だってそうだろうし、うん。友幸さん、北里公平さん、対戦ありがとうございます。うん、切ないね。うわ、ドボンされました。レイパパレってクイズノックさんの YouTube で聞いたことある今もらえたら助かるプレゼントを教えてほしい。服なんだろう、何が一番嬉しいかな。かぼちゃプリンさん、谷さん、大さんありがとうございます。何が一番嬉しい、腹筋、体幹、体力、はい家、車です。そうですね、コートとかはね結構あるんですよね。なんか去年ファンの方にいただいたものがあって、そう去年なんか去年出てもなんて言うんですか、そのもう出た時にはなんか冬が終わっててそう結局着れなかったなっていうコートがいくつかあって、そう皆さんからいただいたものなんですけどなので今年はそれを着ようと思って今押し入れにいます。
マルセイさん、クチュンさん、タイさん、ありがとうございます。トレーニング器具、トレーニング器具ってどこまで送れるんだろうね。でもなんかヨガマットみたいなやつと、あの前にあれはいただいたんですよね、筋膜リリースみたいな、するコロコロみたいなやつ。そう、まあね、もらった、使ってる、たまに。さく太郎さん、ハートありがとう。バランスボールする場所ないや。うん。お家大きくない。ひでトントンさん、対戦ありがとうございます。間違えた。ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。メーカー言う、トレーニング器具は絶対使わない、使わない。いや、もうあの来たら使うかもしれないけど、飽き性っていうか三日坊主っていうかなので、そうなんですよね。でもそれこそ筋膜リリースのコロコロは、なんか筋膜リリースっていうのが流行る前にいただいて、そう、使おう、そろそろ。山猫坊主さん、ミラーボールありがとうございます。ぶら下がり健康器欲しいけどね、絶対送れないよ。サプライズレバーさん、なおさん、大さん、ありがとうございます。気合い入れろチームよ、汗をかけゼロに戻って、がむしゃらに。ありがとうございます。バトフェスが順調、嬉しい、みんなのおかげ。スリーキョンズがくれちゃった。チームようちゃんさん、紫だるまありがとう。紫ありがとうございます。目かゆい、次次次行こう。ピョンとカラオケ行ったら楽しいでしょうね。だって私カラオケマジで行かないんですよね。歌いたくない。うん。だからどんどん下手になる。てか上手くならない。うん。ユウさん、マー君さん、対戦ありがとうございます。今配信してる AKB、 あ、嘘、そんなことなかった。私だけ説って私だけど、おりんちゃんもやってた。
早期配信しないで。うん、ここちは前にファンの方にいただいたフランフランの皮チーやつを使ってます。もう本当に私の周りファンの方のものでできてるんですけど、マジでやば、ありがとうございます。改めて何かすいません。本当にありがとうございます。トラック野郎さん、母さん、大勢ありがとうございます。そうね、アカペラ、そうね、確かに。うん、アカペラですね。声が低い、声が出ない。なんか今日お風呂でめっちゃ爆音で歌ったんですけど、そう、シャワーの音で歌えてるかもわかんない。うん、そう、この服かわいいでしょ。しまむら、しまむらのお洋服とかめっちゃ着るけどね、私。なんならほぼなんかちゃんと、なんて言ってんだろう、今ザラのお洋服がめっちゃかわいい。そうなの、ザラあんまいかん。ザライオンにあんのか。しまむらです、基本。しまむらとアベイルとファンの方のプレゼントで来てます。なんかちゃんとその握手会に着るお洋服とかそういうのはまあそれなりにちゃんとマジェスティックレゴンさんとかが好きなので、私はそうマジェスティックレゴンさんとかで買うんですけど、 GU はね、なんか、いやでもママと買い物行ったら島村行くってなる先に。うん、そうですね、GU 行くっていうので島村行くってなります。でもちゃんとそのなんていうの、握手会とかお話し会の時とかはそうとか、なんか私服で仕事、お仕事とかの時とかはちゃんと、さっきも言ったマジェスティックエゴンさんとか、あのティティ&コーさんとかちゃんとした服を着てます。はい、そうですね。はい、あとはあの韓国サイトで買ったお洋服とか、服のサイズは基本 M を着てますかね、私は。物によるけどね。 G62 さん、大勢ありがとうございました。こんな感じ、私の服事情。まあ、基本ハルピョンが着てる服はしまむらだと思ってください。はい、
水。うっきょんさん、クエピンさん、ビギナさん、大変ありがとうございます。はって書いてある。そう、私でもコーディネートとかがめっちゃ下手で、そうだからあれなんですよね、ワンピースとかセットアップとか買っちゃうすぐ本当にあんまり良くないみんなが手伝ってくれてる、ありがとう。みんな手伝ってくれてるんだったら、なんかそういうのに興味がないわけじゃないんだけど、なんなんだろうね、なんかすごい靴が好きでとかっていう方もいるじゃないですか。靴好きでスニーカーめっちゃ持ってますみたいな方とかよく芸能人さんとかにいると思うんですけど、もう私も靴はたくさん持ってる方ではあると思うんですけど、でも好きで持ってるっていうよりなんか可愛くて安いから島村で買ってますとかそう、モズさんの靴って結構可愛くて安いのが島村に売ってるんですよそうだから愛用したり、そうですね、なんかそうですね。あきさん、大変ありがとうございます。マジでレアとかでコーデ見るんですよ。だからなんか難しいものとかも買ったりとかしちゃったらなんか可愛いって思って買うとするじゃないですか。でもあれ、これってコーデってどうやって組むんだろうって思った時とかは見ます。何に一番お金使うの？機械とかなのかな。え、私何にお金使っ、なんかこういう関係とかじゃない？友達と遊びに行くとか。何に、確かに何にお金使ってんのって聞かれたら、何に使ってんだろう私。確かに、飲食、うん、食べ物どこかな。チームよちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。化粧品とかはでも昔にめっちゃ買いすぎちゃってバン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 、そうだから今はそんな買ってないです。うん、渡りガラスさん、幸せのときめきさん、大変ありがとうございます。
そう、知らないうちにお金ってなくなるんですよね。やばい発言してる。だからゲームに課金してるわけでもないし、なんかサブスクにお金かけてるわけでもないし、そう、そういう人間なんですよ私。ちょっと次風でいきますね。風、そう、自分の貯金がどれだけかも分かんない。やばいです、21歳としてやばいのかな。パパが管理してて、なんかそのこんだけ欲しいよって言ったらパパにもらうみたいな、パパがもらうみたいな感じなんで、本当に分かんなくて、で多分21歳やばいですよね。え、いなそう、そんな21歳。でもなんかそうなんですよ、うん、ちゃんと自分の通帳とか自分の銀行バンクとかありますよ。銀行バンク銀行って言ってる、自分のそのなんていうんですか、貯めるところみたいな。あ、間違えた、ハートにしちゃったし。そう、まああるんですけど、銀行口座、それ銀行口座っていうものはあるんですけど、太郎さんハートありがとう。そうだよね、もう全部パパに任せっきりだ私、今考えたらやばいな。次、火、属性火でございます。火属性でいきます。経費って何が落ちるか分かんないんだよ。あやなんさんに聞こうかな。でもあやなんさんと喋ったことない。うん。なんかどこまで落ちるんだろうって思ってます。いつも。基本的にだから全部自費。仕事に関係しているもの。え、じゃあおうち生写真のあの装飾とかもですか？コスプレとかもじゃあ経費で落ちるんですか？え、そんな、だよね、むずっ。え、落ちるの？ちょっとあやなんさんに聞きます。え、無理、誰か助けて。スタッフさんに聞きよって話ですよね。税務署に聞きに行こう。経理の方に聞くの。経理の人誰なんだろう、知らない。うん、マネージャーさん通してじゃないと聞けない。領収書？分かんない。
なんかそういう人知り合いに一人欲しいな。うん、いやコスプレなんて仕事以外で使わないでしょ絶対。何で使うんだよ。ダラーさん、タイさん、ありがとうございました。ありがとう。え、なんかそういう友達なんかいないかな今から。今からそういう友達を増やします。自分が学べばいいのか。いや、トムさんとかで、トムさんとこはさ、そんな経費経費とかじゃないくない？なんかうんうんうん、お家はまずすごいなんかおしゃれです。いや、なんか橋本家がおしゃれじゃない、違いますよ。おしゃれおしゃれ、ありがとう。こんなおしゃれなうちありがとう。真っ白な白壁。ゆうさん、レクサーさん、くちゅんさん、大勢ありがとうございます。だってさ、コミさんちとかさ、あとかよよんさんちとかさ、なんでさ壁がピンクなのって思う。すごくない？あんな家に住んでみたかった。うん、本当確かに壁紙がピンクだと落ち着かないのかな。どうなんだろう。じゃあ持ち物がピンクぐらいの方がいいのかな。さっき私名前セルボンさん、ユウさん、大佐ありがとうございます。DIY もお金かかるよ。うちクリスマスツリーなんてちゃんとしたのないし、多分。いや、あったんですけど、ごめん充電が。ごめん充電が。そうですね、悲しい気持ちになりました。なんか今、はい、頑張って働きます。まあでも出来高制とかじゃないですからね。だからそう、あるのは知ってるよ、ママから。え、あるじゃんツリーって。あるのは知ってるよ、
でもパパの部屋の多分そこで切れたんだろうな、そこであれが切れちゃったとか配信が切れたんだと思うんだけど、あるのは知ってるんですよ。でももうパパの部屋の奥の奥の奥なので全然もう何年も出してない、うん、って感じ。そう、参加できない。これより上、これこっちだったら参加できる。電飾とかない、電飾ではないです、ただのキラキラ、そんなお金がかかるようなことはしません。人工的な。チームよっちゃんさんハートありがとうございます。キュンダイスありがとうございます。サクタロウさんハートありがとう。やばい、もっと明るい話をしよう何の話からこんななんか橋本家はみたいなやばいやばい島村の話からかな。いました、お家の周りにイルミネーションしてる友達の家ありました。なんか確かにすごい憧れてたけど、なんかあんなっていくらかかるんだろうって思って、うん、思うようになりましたね。はい、本当にそうですね、全然楽しかったです。私が未だに島村を着ていることを知ってもらえてよかったです待ってんのかな、このまとめ方。ともゆきさん、まこりんさん、大佐ありがとうございます。確かに何に使ってんだろう私お金。いや食べ物だろうな、うん、友達とご飯行くお金とかだろうな。全然おめでとうじゃないよ、ピョンズがドボンさバーストされてんだよ。あ、私倒れてるボーナスタイム。私倒れてるけどみんなのおかげで勝った、ありがとう。かきぼちゃプリンさん、大戦ありがとうございます。あ、イベントへの交通費、そうだよ、いや分かる、ファンの人ってめっちゃお金使うよね。うん、すごいね本当に。割り勘なの出してあげるのだって。そうですね、出してあげれるぐらいのなんか人になりたいんですけど、なんか無理ですね、はい、誰か助けて。あ、助けに来てくれてる人がいる、はい、だから自分で食べた分は自分で払ってます、みんなそりゃ
なんか前にオカリナとご飯行った時あって、いやその時もなんかさすがに後輩だから出さないといけないかなと思ったんですよ。私の方が先輩だから。そう、いやこの話やめようやめときます。なんでもない。トラック野郎さん、 KTAK さん、対戦ありがとうございます。やめます。あとはご想像にお任せしますいや、ゆいさんの時は、はい、出してくださいました。ゆいさんと北里さんと3人でご飯行った時はそうです。なんか出そうとしたら、いやもう全然で、はい、かっこいいかっこよかったです。あ、まあ、最終的な結論としてはオカリナも私も自分が食べた分を出しましたっていう、はい、まあ、そういう話なんですけど、まあ、そこに行き着くまでの話は内緒で、はい、そうです、やめときます。はい、それな、今考えたらやばい、すごいっすよね。そんな2人とご飯に、あーもうこれ以上上のレベルにはいけない、私ここが限界だった。みんなの助けを求めとこう、ここで。確かにこっそり先に書いて、 それはすごいですよね。そういう人になりたい人生でした、はい、なんか仕事できる女になりたいんですよ私。なんかそういうドラマをめっちゃさ見てて、なんかうわこういう女になりたいなって思いながらそう、仕事できる女になりたくて、なんかかっこいいっていう女になりたくて。でも私って多分どっちかというと、ここってどうやるんですかタイプの人間じゃないですかいや、わかるんですよ自分でも、はい。なのでなれないのかなって考えながら生きています、はい。てか何をしたいかが多分今ないから、なんかそれに関して一つのことに関してなんか学習しようっていうことがないんですよね多分、うん、そうだと思うんです。だからなんかそれこそドクター X とか見てたら、めっちゃもうあの人なんてめちゃめちゃ仕事できるの一流の方じゃないですか。なんならなんか多分そういうそのダイモンさんまで行くのにも、ダイモンさんもダイモンさんでめちゃめちゃそれまでの経験とかがすごくて、なんか経歴とかもどこまでがその海渡ってんだみたいな方だと思うんですよそう、だからそういう人になりたいけど、そういう人になるにはなんかこれっていうものを多分見つけないといけないのかなとか思ったりして、でもやりたいことがないから、やりたいことがないわけじゃないんだけど、なんか今いるところはこれをやりたいですって言ってもできるところじゃないかな。そう
それにはいろいろなね周りのなんだろう力とかも必要になってきたりとかするから、そうなんですよね、難しい。しれっとドボンするやつ。え、本当に悩めるアイドルです。マジで今。うわ、よっしゃ、ゆいさんの9位に入りました。マジでドボンしかしてない。マジ、どう大丈夫？やばいですよね。マジもうやだ。毎日劇場立ちたいもん、本当なら。いいのかなって思っちゃう。もうドボンばっかしてるけどいいのかなって。うん。ドボンとショールームしかしてないけどいいのかなって。まあ、メール送ったり SNS したりとかも含めてだけど、そうなんか。マークンさん、トラックエロンさん、大変ありがとうございます。なんかやみですね。ま仕事ではある、まあ確かにそう思えばそうなんですけど。あとローモバ、今はバトフェスも、もうやだ、私もなんか嬉しいお知らせがこの時間にありますとか言いたい。YouTube のチャンネルはそうですね、なんか多分あれこれやっても多分あれだと思うので、すみちゃん、森のパンダさん、大変ありがとうございます。やりたいことか、なんかよくあるのはさ、なんか子供の頃に看護師さんにとか救われましたとかあるじゃないですか。だから看護師になりたくてとかあるじゃないですか。もう骨一つ折ったことない、健康児だった、なんていうの、健康児っていうんですか、だったから
そうなんですよね。はい。でも大きな怪我はしてないと思う。そうなんですよね。なんかアイドルになりたくて AKB になりたくて AKB に入って、その先って何なんですかね。急に急に将来に不安を感じ始める21歳。いやでもそう、今そういう年ですよね今。だってそれこそ来年周りは就活だとか言うわけじゃないですか。ブラックヤローさん、幸せのときめきさん、マジックさん、大さん、ありがとうございます。そうですね、まあ、現実的な話としては事務所移籍が多分一番だと思うんですけど、どうやってみんなそう、まあ、マリアとか舞台とかって分かるけど、すごいな。ちょっと早いけどクリスマスの予定、あ、暇です。むしろ仕事入れてください。はい、仕事入れてほしい。でもとりあえず早くネモハンも披露したいです。私はなんか、まあ選抜さんたちがそのいろんな、なんだろう、テレビで披露してた時から、まあ、絶対踊りたいな、踊れるか分かんないけど踊りたいなって思ってたから、まあそれがね、レッスン前にやったことでちょっと、まあ少しは踊れるようになっていると思うんですけど、前よりは、あのママに気持ち悪いって言われてた時よりは踊れるようになってはいるんですけど、だからそれを早く披露したいですね。身近なバナナちゃん、ユリアさん、大変ありがとうございます。バツフェスの手が止まってました。バツフェスを回しに行きます。紅白出たい。なんかすごい私の理想幻想としては、まあ私よりももっといろんなレッスンを積んでる子とかもいるし、なんかそれこそ8の日に向けてやってた子とかもいたりしたので、本当にもう割といろんなメンバーが踊れるように、私もそのなんだ、今それこそ神田橋先生があの YouTube で動画公開してくださって、それを見ながら私もやってるんですけど、そう、そういうのを見ながらとかでもいいから、なんかみんなが本当にちゃんと踊れるようになって、みんなで、いやマジ幻想ですよ、紅白に出れるか出れないかもまだわからないですけど、あの MV の三重高校の方々を
エキストラさんとして使ったあの98人のパフォーマンスみたいなやつあったじゃないですか。あれを AKB でやりたい。そうすごい幻想ですけど。ゆきなさん、たいさん、ありがとうございます。まあもちろんそんだけのさ、なんだろう、お、ゆいさんが喋った、そんだけの大人数でやるなら全員揃わないと、なんていうの、全員のダンスが揃わないと無理だっていうのは分かるんですけど、なんかね、なんか例えばそのまたそうやって AKB をがじゃあ紅白に出れましたってなった時に、その人数で迫力を出したいから三重高校の方を呼びますじゃなくて、メンバーを増やしますとかにしてほしいなって思います。だからそのために私も踊れるようにならないと、もうもしじゃあメンバーそうなりましたってなった時に私が踊れなかったら呼んでもらえないので、私も踊れるようになるために今年中に劇場に出ますはい、マックメックさん、大さん、ありがとうございます。そうですね、ごめん、ドロスリー投げるね。うん、私の夢の夢の夢なんですけど、全然うん、紅白出たことないし、橋本実は竹兄さん、かわいい、ありがとうございます。うわ、誰か助けに来てくれないと倒れちゃうよ、私たち、やばい、助けて。チームようちゃんさん、ミラーボールありがとうございます。待って、歌うね。気合い入れろ、力を見せつけよう、お、我らがチーム系、ありがとうございます。チームよちゃんさん、ミラボールありがとう、ありがとうございます。本美咲さんとメイクさん、北里光平さん、たいちゃん、ありがとうございます。チームよちゃんさん、音符ありがとう。パンダさん、ハートありがとう。こんにちは、はるぴょん。AKB は可愛い子がいっぱいですからね、本当に。マックメイクさん、サクタロンさん、ハートありがとう。うん、やばい、パソコンの充電ないって言われてる。ちょっと今日はじゃあもうあとバトフェスは寝る前に消費するだけにして、
パトフェスは今日は一旦終わります。ありがとう、みんな助けに来てくれて。え、でもまだやった方がいいかな。いや、でもどうなんだろう。あとどんぐらいある日にち。全部を通してパトフェスイベント、京香ちゃんって明日誕生日もしかして。なんか年またぎ配信、え違う、日またぎ配信しますって言ってたけど、11月3日なんだ。11月ってことは知ってたけど、3日ってことは知らなかった。ね、今月誕生日めっちゃ多いんですよね。多分去年もそれ言った気がする。ドボンのあれ見ながら、今月誕生日めっちゃ多いねって。1ヶ月あんだこのイベントも。でも4回私が頑張れるのは、ギルドは全然無理だから。まあのんびり。すごい、京香ちゃんの話したらめっちゃコメントがちょっと早くなった。おい、京香ちゃんは19、そう2つ下だから19ですね。ユーミンさん、対戦ありがとうございます。京香ちゃんも茶髪の方がに、なんか焦げ茶ぐらいの方が似合う、似合う子ですね。髪色黒より。来月はドボンのイベントあるかな。おーおー、あの？のんびりできたりしない？テレ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 。上がり。百太郎さん、ハートありがとう。じゃあちょっとそろそろ橋本お腹空いてきたので。いや違いますよ、何も食べませんよ。もうこの後は寝るだけ。もう寝て空腹を、歯磨きして寝て空腹を紛らわせます。充電器刺さってるのに充電ないですって言われた。この充電器も壊れてんのかな。もう充電器も壊れすぎだし、もうやだわ。マー君さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。はって書いてもさ、橋本、全員橋本だからね、あれなんですけどね。あれ名前読んだっけ。母さん、レクサーさん、大さん、ありがとうございます。読んだっけ。いや、春菜の歯ですけど、橋本の歯だから飲んでいいでしょって言われたら、あ、はい、すいません、私が悪うございましたっていうしかない。
そうなのよ。さて、ランキングを読むよ。今日もパソコンとパンチし合ったから眠たい。つーさん、赤だるまありがとうございます。偉いと思うわ。よし、ランキング読もう。じゃあ時間合わせ終わります。ゆいさんのとこで9位、自分のとこで7位っていう順位いただけたので、一旦やわやわなのでね、今月は楽しくやっていきましょう。また時間合わせ毎日 してほしい。それはちょっとやりすぎできるときに、まあ、暇だなってときにしましょう。はい、あ、待って、あと1回やっていい？時間合わせ、さっきの時間で次に押します。ちょっとハートの消費が微妙だったので、はい、ラストちょっとバイバイにしちゃったんですけど、次押します。ごめん、もう閉じた人いたらごめん。3人ピョンズ、母さん、レクサーさん、森のパンダさん、大勢ありがとう。それでは最後にランキングを読んで終わります。いきます。待ってね、最後上がれた、やった。ランキング見ます。みんなどうもありがとう。1位チームようちゃんさん、ありがとうございます。2位トラック野郎さん、ありがとうございます。あとゴリさん、ありがとうございます。3位、サプライズレバーアットチームウチラーさん、ありがとうございます。4位 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。5位パンダさん、ありがとうございます。6位サクタロウアット趣味はハルピョンと歌うことです。よー、頑張れ7位北里光平さん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位タケニンアットもう少しで2000万ポイントさん、何がだろう、バトフェス、ドボン、分かんない、ありがとうございます。8位とあ間違えた、10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位ネバーストッパーと推しの一番になるのではなく、推しを一番にするさん、ありがとう。なんで充電器頑張れよ。はい、11位10ん
どこまで読めたかな。10位ともゆきさんありがとうございます。11位ネバーストップあと推しの一番になるのではなく推しを一番にするさんありがとうございます。12位山内さんありがとうございます。13位富山エンシャット韓国のピョンゾッパーカムサンムニダー。そして本日のラッキーと88位はででーん YK あと今日もお疲れ明日は楽しもうねよろしくね。絶対これ私推しじゃないじゃん。絶対明日のお話し会あるメンバー推しじゃん。ありがとうございます。バレてんぞ。きっとなんか投げて立ち去ったんだろうな。推しかなんか投げて立ち去ったんだろうな。まあ見に来てくれてことに感謝ですね。ありがとうございます。はい、そうですね、見に来てくれたことに感謝をいたして、はい、今日も元気でした。ということで、わあ1万3000人久しぶりにこんな大きい数字見た。明日祝日ですからね、お話し会ある人は。文化の日。私は元気に過ごします。この声のトーンで元気に過ごしますって言われてももう絶対嘘じゃんって言われる。正解、嘘です。まあ元気に過ごします。くじの大悟さんミラーボールありがとうございます。ちょっとよいしょ、待ってね、パソコンくんの充電がね、もうあないですって言われちゃった。やば、充電器ささなきゃ。文化的なことを何したらいいんだろう。ちなみに私の明日のゲッターズさんはちょっとパソコンの充電が来るまで喋ります。面白いこと楽しいことに目を向ける。新しい趣味や気になるイベント見つけられるかもね。美術館や博物館に足を運んでみたわ。だって絶対しないわ。絶対のんびりしてるわ家で。よし、じゃあ9時の大悟さんのミラーボール歌います。風を入れろチームよ勝負だぜ、誰も見たことないパフォーマンス。ありがとうございます。ということで今日も皆さんありがとうございました。一人で文化祭何したらいいの。唐揚げ食べたくなってきた。唐揚げ屋さんって言われたらいいな。唐揚げ食べたいかも。
そうですね。いや寝ます。私はそろそろね、いつかはステ今年中にはステージに立つってネモハも踊るって約束したので、みんなにステージに立つってことはちゃんと体も意識しておかないといけないので、はい、こんな時間に何も食べません、多分。おやすみなさいそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。よいしょ。いきまーす。はーい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル。ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプであなたに切ってきた笑顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。多分、あ、すごいなんかカクカクしてるわ今私、大丈夫かな。ちょっと最後の最後でみんなの気を悪くしちゃったらごめんなさいなんですけど、なんかショルムを長くしてるとちょっと怒っちゃくるファンの方がいるんですね、 DM で毎日そうだから、多分今もね、ちょっと今日も来てるかなって思ったら来てたので、多分この配信を見てると思うので言うんですけど、毎日私見ずに削除してるので、はい、なんかまた来てるわと思って見ずに削除してるので、見てません、ごめんなさいすいませんね。なんですけど、まあ毎日送ってくれてありがとうございますむしろ毎日配信見に来てくれてありがとうございますそう、いつも消してるうん、ごめんね、おやすみそれだけをちょっと最後に伝えようかなと思いまして、今も多分見てると思うので、あなたですよありがとう、終わり。ということでしゅんごさんハートありがとう。それではキャッチフレーズをしたから終わり、おやすみなさい、バイバイ。あ、認知はしてないです、全く。その人がコメントしてるかもわかんない、うん、だって毎日消してるんだもんごめんねありがとう、バイバイ、おやすみ。最後はみんなに感謝、いつも来てくれてありがとう、おやすみなさい、またね。